ずっと好きだった。片思いが始まって10年以上が経ち、叶うはずがないと思っていた恋が実って、二人と一匹で暮らし始めて2年。春も夏も秋も冬も一つ屋根の下で過ごす日々は、暖かくて愛おしい出来事ばかり。僕のおまわりさん3。この隙間からよ、もう少しでとっと行ったと。なんかふわふわしてんな。壊れもんじゃなさそうだ。なんじゃこりゃ。しんちゃんが隠していたブツを見つけた俺が、ちょっとしたいたずらを仕掛けてみたら、よーし、こうなったら星の身元を洗いチコタンの彼氏にふさわしいか捜査してやるぜ。中本巡査。はい。君も捜査に協力したまえ。誠司君の捜査、俺が夢に見ていた。たびたび姿を現すようになったチコさんの彼氏、彼の身元を確かめるべく、俺と誠司君は捜査に動き出した。優勝したらご褒美やるよ。何がいい？何でもいいぞ。寿司とかケーキとか、それとも俺？ご褒美誠司君、全部盛りでお願いします。マジか。絶対優勝しなければ。ご褒美誠司君のため特訓に燃えるしんちゃん、勝負の行方はいかに。それから誠司君の誕生日、クリスマス、何も欲しがらない誠司君だけど、せっかく送るならちゃんとしたものを送りたい。はあ、ったく。つけて。シンがくれるもんは全部宝物だ。ジンジャーレコード、ドラマ CD、 竹書房、バンブーコミックス、モーメント。原作二山。僕のおまわりさん3。年の差 BL の金字塔、堂々完結。出演新垣樽介、古川誠。2022年10月28日発売。